明日1月2日は北日本中心に気温に変化が見られそうですね。そうなんですよ。これからねかなり強い寒気が北海道中心に流れ込んでいきます。でその寒気の強さをご覧ください。これがまず今日の18時の上空1500メートル付近の温度の予想になります。この今日の夕方ぐらいのタイミングとして言えるのがねこのマイナス12度線、これも強い寒気ですけれども、これが北海道全体、またね東北の北部に徐々にかかり始めます。でこの後がピークでして、明日の日中にかけては大きくそのマイナス12度線が南の方に降りていきます。明日の昼ですと東北の北部以北がマイナス12度以下、そして北海道上空はねもう一段強い寒気です。マイナス18度以下の寒気で気温の上がり方がね今日に比べて大幅に鈍くなるところが増えそうです。で明日の予想気温、全国のもので見てみますと、北海道が真冬日で、東北地方も秋田が1度、仙台もね4度までしか上がりません。朝も寒いですしね、昼間にかけてもほとんど各地気温が上がらないとこういうところが特徴です。そしてその中でも北海道がね顕著な冷え込みです。明日の最高気温注目してみますとね、札幌がマイナス6度、稚内がねマイナス9度止まりとなりそうです。朝の、寒さというのもね各地かなりこう、強いですけれども、そこからね昼間ほとんど上がらず、また北日本全体に言えるんですけれども、沿岸部中心に風がまた体感温度を下げますので、十分な防寒必須の一日となりそうです。はい、明日2日お出かけされる際、屋内にいる場合でも暖かい服装をお選びください。では詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。